はい、どうも、りょうへいでーす。お願いします。本日は、こちらのハイモデルのキャッチャーミットの片付けを行っていきます。で、こちらモータースポーツさんで何回かスチーム入れてもらったんですけれども、まだ硬くて、ちょっと試合でまだ使えるような状況じゃないので、バッティングセンターでポケットをまず作っていこうかなと思います。123キロで、まずは片付けをしてまいります。バッティングセンターだと、まあ、もちろん速いボールでもいいんですけれども、ボール自体が結構硬くて重いので、当てるっていう点では結構いいのかなと思います。で、コツとしては、最初はなるべく握らないように、当てて前に落とすなりっていうような形で、まずポケットを作っていきたいと思います。それではやってまいります。はい、それではやってまいります。コツとしては、握りに行っちゃうと、変にまた硬いグローブとシワができちゃうので、当てに行くような感じで、ただ当てるだけで大丈夫です。ポケットを作っていきます。やっぱ畑山はいい音だな。で、ここで自分の場合は若干キャッチングのこの手の動きとかをやっていきます。やりすぎ。怖い。今みたいな若干低めのボールも親指を上げるようなイメージで、怖いですね。ただ当てるだけでいいです、本当に。で、あとはもうボールが来る位置が分かってるので、相手アウトコースの練習をしたり、逆に今度はインコースの右バッターのインコースの練習をしたりと、キャッチングの練習にもなるので、まあ、手首の使い方の練習にもなるので、なるので、そこも工夫していきながらやってみてください。あ、取っちゃった。あとはもうバッチングセンターで取るだけなので、キャッチング音がいいっていう自己満にはなります。なるべく取りに行かないで、親指を前に出すようなイメージ。はい、で今のは横に弾いちゃったんですけども、それ取り方が悪いので、できればこういう風に真正面、まあ、一塁線三塁線ギリギリぐらいまでやったら、まだ球場前かなというイメージでもダメです。ミットの片付けとともに、グローブを出す練習もやっていくといいと思います。じゃあちょっと次、恐怖ではあるんですけど、逃げちゃうかもしれないですけど、160キロ、こちらのバッティングセンターあるので、やっていきます。怖い。片付けとかのレベルじゃねえこれ。片付けとかどうでもいいよ。でこの早いミットは多分すぐやらなきゃダメじゃないかなと。あー、ダメだ、こうやって弾けね。あー、早い。ちょっと正面入ってきます。あー、取っちゃう、ダメだ。まあ、ただこれはもう160キロだと、もうミット、皮を柔らかくする、当てていくっていう作業になってしまうかなと。うおー、すごい伸びる。いやー、早い。恐怖でしかないですけど、やっていきます。あー、音は半端じゃねえ。どうかな、多分次の球高い。すげえ音、音良すぎる。畑はもうえぐ。足かもしれないです。本当は取っちゃいけないですけど、少し長押ししながら。あ、そうなんだ。あー、いやー、すごい。すごいね、これいい音だな。キャッチングいい。畑はちょっとサマサマっすね。痛くないです。うわー、痛止めしてる。さすがにちょっとピタッと止めるのは怖いですね。で、今やってみて、
まあ、若干やっぱり閉じるようにはなってるんですけれども、まだちょっと硬い部分があるので、どん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 、まあ、家で時間的に叩いたりとかやってきて、まずはポケットを作っていく。新品のミットなんかは買ったばっかりの人とかは、まあ、バッティングセンター通えるのであれば少しそこで、まあ、生きた球ではないですけれども、人が投げた球ではないので、ただ威力がある球は来るので、そこでミット鳴らしていく、自分の手に合うようにしていくというのはありかなと思います。ただ160キロはあまりおすすめしないです。やっぱ恐怖心があるので、もっともっと160キロ取ってて、僕自身恐怖心なくしていければなと、一野球人としてもっと上手くなっていきたいなと思います。はい、やってきましたが、まあ畑は硬いので、本当に軟式でも硬いので、まあ、結構、まあ、こういうやり方もありかなと。もちろんお店で最初にスチームを入れてもらって、ある程度少し握れるようになってから、こういったバッティング練習、バッティングセンターに来て、どん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 さらに握れるようにしていくのがいいのかなと思います。であと注意点としては、最初に取って握りながら取ってしまう、僕も何回かやってしまったんですけど、そうするとここがちょっと僕も片付け失敗しちゃったんですけども、浮いてきちゃう可能性があるんですよ。無理やり握ろうとすると皮が寄ってしまって、なのでまず当てて皮自体を柔らかくしてポケットを作ってから握れるようにしていった方がいいのかなと思っております。はい、この動画がいいなと思ったらチャンネル登録、コメント、グッドボタンよろしくお願いいたします。それではありがとうございました。プレゼン企画のお知らせです。チャンネル登録8000人達成で、源田モデル軟式内野手用をプレゼント、熱いコメントをしてください。8000人達成次第抽選開始、たくさんのご応募お待ちしております。そして翔平 TV イベントも開催しておりますので、こちらもチェックしてみてください。翔平 TV にやってほしい企画があれば、ぜひともコメントよろしくお願いします。それではありがとうございました。本日の動画は以上になります。チャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。それではありがとうございました。翔平 TV T シャツ販売、走れ大井チャンネル、大井くんの T シャツも販売しております。モンタナスポーツのリンクから飛べますので、ぜひともチェックしてみてください。皆様チャンネル登録はお済みでしょうか。チャンネル登録1万人まであとちょっと、頑張っていきますので、皆さん応援の方よろしくお願いします。それではありがとうございました。切るのさ、磨き抜く